はい、もふもふさん。あれ、あとはとんかつさんとレト YD さんと矢口さんだけかな。で、さあこの組み合わせ、さあまずとりあえずジョン・フンは、まあ、できればダメージも奪いたいところですが、ゲージが欲しいですね。とりあえずゲージがない状態での画面端がね苦しい。うわ、よく飛んだなそこで。くぅ、さあやはり昔の人間は本当いい動きするな。これは確定。だいぶだいぶリハビリもう来てんじゃないですか、これこの動き。健在ですね、確かに。さあ、モフモフ側を追い詰められて対象1枚。あー、ここでゲージも負けてんのがきついね。苦しい。はい、スピー羅針盤の弟子、遠い昔に聞いたことがありますね。で、はい、さあこの2人はだいぶの試合もこなしてたようですが、さあお互いガチキャラですね。落とす。あ、化石側優勢。ギリギリ当たらないところを保っている。うまいな。いやー、今のダッシュとかもちょっと乗ってますね。さあ空対空も競り勝って、うまいな、これはうまいですね。ちょっと見入ってしまう感じですね。しゃがんでいる。そうですね、ここを切り返すにはやはり強気な行動が必要でしょう。ある程度は今のは多分ゲージは吐かなかった感じで、初流を透かして禁止。これがまだ、まあ、できることがあるのがやはり霞のいいところですね。避けてと、
り投げ通り、ここは逃げて払う。いいですね、お互いこうあまり無駄な動きがないように感じられます。ここはし投げ通す。ハードは硬いので投げで崩していく。危ない、ここは角田が いですね。あのリバハイに多分勝利を意識してたと思うんですが、あの迷いがね。あ、いい飛び込み、うまい、いいですね。さあこれでまだ分からないと言っていいでしょう。しかし危ない状況、うまい、危ねえ、おーマジか。さあこの前は危ないが、ですから切り返して、危ねえ、うわーよく、危ない、よく落とした、つられないが出ない、なんといい勝負。いやいやいや違うんだ、違うから、いやいやいや笑うとこじゃねえから。あ、本当？あ、本当？すいません、なんかいや、まだ緊迫してたからすごい。いや、わかるんですけど、すいません。さあ、そうですね、まだプレイヤーが5人ぐらいいます。祝50位坂本さん、ビネス教50位って祝なの？何人中？おお、なるほど、そのあれが全然わかんないから50位、まあいいんでしょう、おそらく。ここはつながらなかったのででかい一発もらう。あ、走り込んだ、マジか。さあダメージだいぶ早い展開での奪い合い、よく見ている。あっまあまあまあ、あここは何事もなく坂本さん側終わらせておきたいところですね。上、やっと使っていく、ゲージをフルに払って、上、あ、しゃがみし当たらず、開幕突っ込んでいく、取り返す動き、ヒットして、あー走り込んで、これはでかい、が勝利が出ない。まあまあまあ、ダメージはそこそこ奪って打ち切ってしまう。これはありますね。
あるというかもうほぼ五分。はあ。ええ。おっと。さあリードは祝50位。昇竜切り返して一瞬待って。危ない。くー我慢している。くー、ここで逆転。はい、山さんです。さあまだふわふわしているこの組み合わせ、未だに議論が行われてますが、さあどっち有利なんでしょうか。前転うまくとがめて下がって冷たいな。さあ無駄な行動は一切しない。山さん側ちょっと苦しい、攻めあぐねている。お、前転が通るが惜しい、相打ちになってしまう。お、かかったかな。下がって飛翔拳から遠心。さあお見合いから、さあこの前、お、マジか。まああの前嫌だね、非常に嫌ですね。アインの初段も届かないし、さあ追い込んでくる。まだ粘る。あー、1か。で、大将がマリーかな。差し込んでいるが、お、投げが通り、しっかり石投げ。苦しいがめ味、中段からこれを終わってしまう。苦しいな。はい、もっぱらさん、お、フラタク、まあまあほぼほぼガチキャラ同士。これが未だに難しいというか、もっぱらさんのいなし方がうまいというか。でもやはり無敵技がないキャラは K ダッシュは特にこう押し込んで勝つのがやはり一番いいんでしょうけどね。マジか。うまく乗っけて、おー届いた。はい、張り紙はじゃきつい。
持ってる前転が通り、うん、でもやっぱしっかり最低限仕事はしてる感じですね。あからのハイデル2番、なるほど。さあ、もっぱらさんからも多分いろいろこう試したりもしてるんでしょう、この順番。ああ、マジか。よく。すごいいい選択だと思ったけど、よく仕込んでましたね。お見合いから壊し。いいですね。一回ジャンプ A でアイン潰されてから次しゃがむのかしゃがまないのかみたいな微妙なお見合いがあった気がします。さあ展開が非常に早い。しかしないから、あゲージも溜まっていく、苦しい。対象裏宅ゲージは抱えているが相手が霞、天敵とも言えるキャラでしょう。マジか。さあ完走はしなかったが、苦しい。あ、名前が、はい、とんかつさん、はいはい。さあ羅針盤の弟子が相当連勝を重ねている中、もう残る俺一人。さあもうまずいと、やはりこの前の画面端の危険度をねよく理解していますね。直接的なダメージはあまり取られることはないんですが、やはり前側もゲージがどんどん溜まってって、ガクラもね匂ってきますからね。特に1ゲージ溜まらない状態で画面端は危ないでしょう。しかし中央のやり合いでもとんかつさんがリードを広げる。ああうまいな。あ乗っかられるときついですが、そうさせないために結構動きやすくはあると思うんですが、捕まってしまっている。止まないからこれ死ぬか。死んだ。はい、一気に取り返して中堅が国士。あー誘致からスカシゲランはガード上を取って裏から勝利。引っかかってしまう。うっと、もつれたところに一発スパキャン。ゲージを払ってダメージ、まずまず。危ない。ここでとんかつさんに粘られるとなかなか状況は苦しくなっていきますが、まあこれは結構けど無理には入りづらいですからね。ネームレスも
あ、トンガさんもゲージを溜めつつある。もう2ゲージ、あっ、ギリギリ届いてしまう。これはまずいですね、トンガさん。さあ、絶対出なかったか。しかし、まだ4ゲージ。はい、後ろ取ってよくダッシュ点点キャッ地上かくかくってしまったか。苦しい。うわあ、うまい。走る。もううまい。まだ決まらないか。うわー、ゼロ距離絶影。はいはい、はい、本日ラストですね。初期対何の弟子、これ羅針盤の弟子。本当だ、キャラはですね、お互いに K、カス、ネムかな。あ、伊藤キャラですね。さあ、開幕ダメージを取っていってるのは羅針盤の弟子の方。しかしここは、あ、同じことをして、さあ、大きい被弾はまだないですが、お互い画面端で火を焚く、シュッシュと。ここでかぶる、初期は苦しいがなんとか脱出。バキャンで追い払って、あっと、ここで全体が噛み合うがちょっと遅かったか。さあ、弟子が襲いかかるが、ここで追い返され、さあ、お互いいい勝負、ほぼダメージも変わらないところだが、さあ、ここでガキャン、わずかに初期がリード。あ、ここでちゃんとリードになりましたね。下がる下がる下がる。さあ、籠城した時の初期さん集めたいですね。ここで K ダッシュが破れ、出てくるはとうとうかすみ。しかし K ダッシュの体力はまだ4割ほどと、十分仕事ができる体力。ここで残業されると厳しい展開ですが、さあ、もうすでに5割以上奪っている。あ、うまい。さあ、ここは甘えたシェルに、まあ置いてあったシェルにダッシュ禁止が刺さり、かすみちゃんが5割回復した程度で中堅戦へ。さあ、追い立てる追い立てる追い立てる。あと、あー、ちょっともつれたところに当たってしまう。さあ、ここで一気に体力は5分へ。白山はしっかり守って、しかしこれはゲージ状況がですね、初期さん側が苦しいので、行くか守るか、守りきって次につなぐか。あと、ここや、つなげられない。さあ、もうこれ行くしかない。あっと、遠心が刺さる、減ったな、あの遠心。小技から先行で削り切り、かすみちゃんが取る。多分割れる、うん、当て身で割れますね、あれは。さあ、大将3ゲージ持ちのネームレス対、あっ、ここは払う。さあ、状況はほぼ5分、ゲージ状況も5分、仲良し仲良しな2人。まあ、
あゲージで言えば若干初期側がリードかといったところですが、うまい。あーしかしこれは PC から入っているため高いがまだ死なない。投げを抜けて、あっと悲しみのサワラビが漏れる。まだあるぞ。あーっとあそこは勝利打つよね、あれは打つわ。しょうがない、そういうプレイスタイルなんだからさあ、勝った人からクレームが入ってるんだけどどうしたらいいですかねすいません、俺が悪いです。間違いなく俺が悪い。はい、終わりましょう。はい、246回 KF02 向こう戦行で終わりたいと思います。お疲れ様でした。